水が、トロダムは、山形県西村山郡西川町、一級河川、西上川水系佐江川,川に建設されたダム。かつては、新水が、トロダムとも言われた。高さ34メートルの重力式、コンクリートダムで、東北電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、水がトロ発電所に送水し、最大5000キロワットの電力を発生する。 最上川水系における水力発電は1898年、佐賀江川に白岩発電所が建設されたことに始まる。かつて当地に存在した電力会社山形電機は1927年、佐賀江川にて水がろ発電所の建設に着手し、1929年12月に完成させた。現在の水がろ発電所は、 水車発電機を収めた建物をダム直下に置いたダム式発電所であるが、当時はダム水路式発電所といって、上流のダムに蓄えた水を水路によって発電所建物まで導く形をとっていた。発電所建物は、現在の水がトロダムのある位置にあり、115.24メートルの落差と13.9立方メートル毎秒の水を利用し、 最大1 2 7 0 0ットの電力を発生することができた。一方の水が、トロダムは現在の合算大橋の真下あたりに位置していた。当時の水が、トロダムは高さ22メートルの重力式、コンクリートダムでダム周辺の地名をとって合算サ,サーダムとも呼ばれていた。しかし、完成後間もなく、訪れた強行の影響から電力需要は伸びず、 会社は経営の危機に陥ってしまう。社員への給料は半減し、株式会社でありながら株主への配当もままならなくなった。これに責任を感じたのか、当時の社長は自殺に追い込まれた。やがて電気事業の国家管理が進み、水がとろ発電所は1939年、日本発送電に移管。戦後になると、日本発送電は分割、民営化され、 最終的には東北電力に移管された。佐賀江川では1967年の上津豪雨などの水害を契機に治水対策が検討されており、1972年に建設省東北地方建設局は佐賀江川総合開発事業の中核として佐賀江ダムの建設を計画した。佐賀江ダムは高さ112メートルのロックフィルダムで洪水調節。 不特定利水、灌溉、上水道、発電を目的とする建設省直轄の多目的ダムである。佐賀江ダムの完成により水が、トロダムが水没することになるため、東北電力は水がトロ発電所の廃止を決定。その代わり、佐賀江ダムの目的の内発電を担当することになった。本堂寺発電所、新水がトロ発電所を建設し、 当地における水力発電事業の規模を大幅に増強させることにした。本堂寺発電所は、佐賀江ダム岩の地下空間に水車発電機を置いた地下式発電所である。佐賀江ダムから水を取り入れて発電するが、それは電気が大量に消費される時間帯に集中して行われている。こうした運用を取るため、一定でない発電所からの放流量を調整する。 ことを目的として、新水が、トロダムの建設が計画された。本堂寺発電所で発電に使用した、大量の水を一時的に蓄え、新水がトロ発電所を通じて、一定量放流し続けることで、下流の急激な増減水を抑えるというものである。本堂寺、新水が、トロ両発電所の合計出力は、再開発前の6.3倍に相当する8万。 キロワットとなり、最上川水系において、最大の出力を誇る、発電所群となった。なお、その後名称から、新が取れ、現在は、水が、トロダム、水がトロ発電所と呼ばれるようになっている。国道112号、道の駅西川から佐賀江川を上流に向かって進むと、水が、トロダムを過ぎて、佐賀江ダムへと至る。水が、トロダムから、佐賀江ダムまでの間には、 漁業権を持つ、最上、第二漁業共同組合によって、佐賀江川本道寺、特別釣り場、本道寺釣り道場が運営されている。ここでは入漁量と引き換えに、山メやニジマます、岩ナなどを釣ることができる。ただ、6月から11月までの間は、佐賀江ダムからのフラッシュ放流が、週1回実施される。放流量は小規模ながらも、 急激に増水するので、サイレンが鳴った時は速やかに退避しなければならない。このほか基本的なことになるが、台風や集中豪雨の際は増水している恐れが大きいので、川には近寄らないことである。ありがとうございます。